ネクストチャレンジ具志堅用高ネクストチャレンジ始まりますよ。よろしくお願いします。はい、お願いします。具志堅さん、はい、 T シャツの販売が終わりまして皆さんの手元に届きました。私のところにメールが入りましたね。あ、具志堅さんのお知り合いの方も買っていただいて、はい、はい、届いて今つけてるとかね。いや、よかったです。まあ、第2弾とかはもういつでも買えるようにというか、あ、そうですか、期間を設けずみたいなパターンもやりたいなとは。あの YouTube あの NEXT チャレンジにも、あの申し込んだの。そうですね、はい、なるほどなるほど。また具志堅さんといえばの沖縄石垣島とかでも販売できたらいいなと思ってるんですが。ですよね、はい、うんうん、具志堅用高記念館に置いていただいたりとかですね。はい、今度行くときちょっと考えよう。そうですね、うん、ということで T シャツの販売が終わりまして、はい、購入していただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、そして本題に行くのですが、はい、今回はボクシングの話題です。はい、この5月21日、まあ、日本時間でいう、まあ、日曜日ですかね、はい、に試合が行われた WBO 世界スーパーフライ級王座決定戦、はい、中谷潤と VS アンドリュー・モロニーの試合が、モロニーね、はいはい、まあ、中谷選手が12ラウンド KO 勝ちということなんですが、具志堅さんこの試合見られました？私は後で見たんですよ、ちょうど沖縄いたもんで、ね、はいはい、率直にいかがでした？いい試合でしたよ。あれフライの時も大きかったけど、やっぱりスーパーフライでも大きいね。背があるから大きく見えたよね。うん、と思ったよりやっぱりパンチあったね。当て感が良かったな、あの試合は。なんか階級を転向してから日本での試合が多かったんですが、うん、日本にいる時よりもなんか伸び伸びされているというか、日本でやってる時はね、ただだあの雑っていうか大振りが目立ったんですよ、うん、やっぱり向こうで言ったらやっぱりしっかりしたボクシングをしててすごかった、うん、やっぱり長いリーチを生かすっていうか距離感で自分のボクシングをしてる、それがやっぱり強みですね、はい、相手のモロニー選手、うん、この方ももともとこの階級の王者でかなり実力者だったと思うんですが、はい、パンチもあったんですよ、もともと柔らかいボクシングするんだけどね、やっぱり強いあのパンチには耐えられなかったんだね、はい、あの長身ならではというか、うん、長身なんですが中谷選手の方は結構目線を落としてというか、うん、スタンスも広い戦いだったというのは、まあ、あの自分の方が背が高いからやっぱりその辺はやっぱちゃんとしたストレートが当たるような体勢で、アップスタイルじゃなくてしっかりした腰を落としてやってましたね、はい、またあのまた長身なんですがショートアッパーが得意で、うん、そこら辺の技術っていうのはいかがですか？その辺もみんなアメリカで練習してるんでしょうね、多分ね、はい、普段は、はい、中谷さんの方は、うん、まあ、竹原さんとか畠山さんを指導したルディさんのトレーナーでシャドウを結構重視してるというふうに言ってます、うん、昔から知ってますからね、ルディさんは。具志堅さんもご存知で、ロスでいろいろお願いしたこともあるし、はい、どうですか指導的には。なんていうの、つばようじみたいとか耳に挟んでるでしょ。あ、そうなんですね。面白いんだよ、あの、はい、トレーナーとしても数多くの世界チャンピオンを育てられて、すごいすごい、うん、ロスにいますよ、はい、そして、まあ、この、まあ、2ラウンドでいきなり左アッパーで2発でこうダウンを奪ったんですが、はい、もっと早い回で終わると思ったけど、はい、結構最後までやったね、はい、モロニーの方が粘って、うん、それをだから勝負に出なかったのかなと思って、中盤ぐらいにね、うん、6、7ラウンドあたりは、うん、逆にモロニーの方がちょっと押してるんじゃないかっていうぐらい粘りもあったんですよ、うん、中盤ね、うん、だそれを警戒して安全対策で終盤に持っていったのかな、うん、またこの試合では結構中谷さんアウトボクシングというか、うん、距離を取るっていう引き出しもあったのかなと、うん、全てなんか出し切ったよね、なんかうまいところ感じられたね、なんか、はい、ボクシングで、まあ、試合の途中でインファイトからアウトボクシングに変えるとかスタイルの変更って難しいんですか？いや、力、あの実力あるボクシングの上手い人はやりますよ。俺もこれやりましたね。倒せないと思ったらやっぱり判定まで持っていったね、はい、中谷チャンピオンのね、また強いところは足、フットワークがいいんですよ。足がやっぱり前後の動くから、はい、それが強いですよ。なかなか長身の選手で、うん、あの小柄な選手よりフットワークを使ってスピードが速いっていうのはかなりやりづらいんじゃないですか、うん、やりづらいですよ。だから、うん、だから4日
チャンピオンが、まあ、逃げたっていうか、なんかちょっとわからないけど、相当に噛み合わなかったはず、もしやった場合は。ヨガチャンピオンもやりにくい。やりにくい。動かないもんだって、ヨガチャンピオンは。フットワークが使えないじゃないですか。まあ、ヨガチャンピオンの場合は、引き分けた相手と再戦ということになるんですが、うん、はい、まあ、言ってしまえば、うん、タイトルマッチではなく、指名試合でやる相手には割に合わないということですか。そうそうそう。そんな中、またちょっと試合の話に戻るんですが、うん、このまま判定決着かなと思ったんですが。いや、俺もそうです。はい。だから分からないんだよ、だからボクシングの最終ラウンドまで。何が起こるか。はい。そんな中、まあ、12ラウンド、うん、アメリカの会場が熱狂した。うん。あのカウンターパンチ。あの最後のは相当効いてるよ。モロニー選手がもう大の字で倒れるぐらいの。うん、それはもう、力もう抜けちゃって、あのパンチで動けないですよ。こんな1ラウンドこれ動いて最終ラウンドでダウンされたら分からないですよ。もうどうなったか本人も分かってないと思うはず。あれ、まあ、中谷さんはネクストモンスターと言われるぐらい、うん、まあ、この日からの日本ボクシングの期待の星なんですが、うん、また衝撃を与えたんじゃないかなと。うん、やっぱりアメリカラスベガスの中でボクシングファンが見てるってのはまた違うからね。これの試合またランク上げたね。具志堅さん、あそこでやっぱり決め切るっていうのはすごい、やっぱ素晴らしいことですか。うん、これはすごいと思います。あの集中して最後まで戦い抜いてるんじゃないかと思いましたね。はい。ということでこの試合かなりインパクトを与えたんですが、うん、この改めて振り返るとスーパーフライ級に上げてちょっとまあ日本であの体格で押し込まれる場面とかもあったんですが、うん、もう完全にフィットしたんじゃないかなと。うん、その辺はやっぱりあの世界タイトルマッチっていうあれで持っていくか気持ちも、うん、日本でノンタイトルとまた違ってやっぱり世界っていうのではまた気を引き締めて自分の全てを出すから、やっぱり当たった時はやっぱり倒れますよ。はい、スピードがありますから。はい、そうですね、もうこれで2階級制覇と、うん、ただまだまだ体格も大きいので今後が楽しみなんですが、中谷選手は、まあ、試合後のインタビューで統一戦をやりたいというふうに言っていて、うん、統一戦でいうと、まあ、WBC でいうとローマン・ゴンザレスがいたり、うん、IBF でいうとアンカハスに勝ったフェルナンド・マルチネスがいたり、うん、そして、まあ、WBA 今度試合をする井岡チャンピオンがもしかしたら WBA のチャンピオンになるかもと、うんうん、さらにこの WBO 先日試合したあの田中康生選手が、はいはい、あの今ランキング3位で、はい、もしかしたら前回勝ったのでさらにランキングを上げるかもということで、うん、もしかしたら指名試合で田中康生さんとやるかもというところですが、うん、具志堅さんはどなたと見たいですか。本当はやはり井岡チャンピオンが指名試合受けなかったから今度チャンピオンになって投手戦はしてほしい。これはやっぱり日本のファンは望んでると思います。はい、その後に、ね、田中康生さんとかねでいいんですけど、本人が投手戦をやるといったらやっぱり日本人同士の投手戦した方がいいね。その後やっぱゴンザレスさんとか WBC もいますからね、強いのが。はい、そうですね、やっぱり日本人対決っていうのはかなり盛り上がって、この前のケンシロウさん対京口さんの試合もかなり盛り上がって、うん、いやいややっぱりそういうのはやっぱり、うん、これからやっていくと思いますよ。またしなくちゃいけないんですよ。昔みたいに2つの団体じゃないから、4つの団体だからいくらでもチャンスはありますよね。はい、またこの試合、井岡さんの試合はまた今度行われるのでまだわからないんですが、統一戦となったらどういう試合になると思いますか。あれ面白いですよ。判定まではいかないと思いますよ僕は。はい、それは気持ちのぶつかり合いでね、相当にエキサイトすると思いますよ。はい、まあ、井岡チャンピオンの試合が終わったら、はい、まあ、もし統一戦があればという勝敗予想も取りたいなと思います。うん、時期もちょうどいいじゃない。これで終わったばっかりだから今月で、井岡チャンピオンが来月1ヶ月でしょ。はい、そう、1ヶ月の ずれは次のやっぱり4ヶ月後とかでもいいし、秋頃でもいいし、うん、そうですね、もしできないことはないんですね。はい、はい、秋頃か、うん、もしくはちょっと空いて年末あたりにまたやるのかと、うん、中谷さん的には、まあ、統一戦でチャンピオンだったらというところなので、うん、よくチャンピオンにも6月買っていただきたいですね。それはあの戦うのにはやっぱりチャンピオン同士でやった方がいいから。はい、
ということで具志堅さん、はい、まずは中谷選手の試合だったんですが、はい、次の動画では、うん、大会のメイン、うん、ロマチェンコとヘイニーについてちょっと物議もあったので、うん、具志堅さんの意見も聞きたいと思います、はい、いや本当に、中谷チャンピオンおめでとうございます。これどんどんまたいい試合見せてください。はい、具志堅横ネクストチャレンジ登録も一つよろしくお願いします。この度ちょっちゅうね T シャツ買っていただいた皆さん本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。